ピテシティ。ピテシティは、ルーマニア、アルジェシュ県の都市で県と、アルジェシュ川沿いにある、重要な貿易、工業中心地で、2つの大学が本拠を置く、首都ブカレストへ直接つながる、A1 高速道路が通っており、重要な鉄道のジャンクション地であり、近郊のバリレシティには奏者場がある。市には、アルペキム石油精製所があり、 ダチアといった自動車産業の市場である。戦死時代から人が定住していたが、最初に地名が登場したのは14世紀であった。北ワラキアの通称地として発展し、18世紀まで、代々のワラキア公が何人も、非公式の邸宅を構えていた。19世紀以降から、戦艦期まで、国民自由党の重要な政治的中心地であり、政治家一家。 ブラテア抜けの本宅があった。共産主義時代には、洗脳教育における実験が行われた、ピテシュティ刑務所を含む、国内の代表的な政治抑圧の地であった。市は、歴史的なワラキア地方に属し、北ワラキア、ムンテニア地方生誕に位置する。アルジェシュガーウガンにあり、川は、支流のルールドアムネー川と合流する。ピテシュティは、海抜280メートルの位置にあり、 アルジェシュガーの断球、ジェティク大地の南端部分に属する、この地域は南カルパチア山脈へとつながる。大地はピテシュティ地域で最も狭くなり、平均の70から8 0トルのところ、ピテシュティでは幅はたった3 0トルしかない。市はピテシュティヒラのクンピアピテシュティロールと呼ばれるヒラのつなる。この平野は水草の草原の特徴がある。西へ行くと、 鳥バレ森と境を接する。この森はレジャー公園の一部となっている。ピテシュティはアルジェシュ川沿いにあるプルンズとバスコブ、二つの貯水池と接している。ビドラル湖からの流れがあり、バリレシュティにある貯水池から水が注ぐ。この地域にあった最初の人間の定住地は旧石器時代に遡る。効果が紀元前三世紀に、 トラキアでリュシマコスが発行したドラクマ効果のデザインを模倣してダキア人によって鋳造されており、ピテシュティで発見された。小さなローマ帝国のカストゥルムが紀元3世紀に建てられた。これは今日のピテシュティの近接した場所であった、ローマ族州、ダキアともエシアのための防御施設の位置としてであった。大移動時代、ピテシュティ一帯は歴史家ジューレスクによれば、 ブラフ人とスラブ人との間の貿易地であり、彼の意見では、丘の上の市場を意味する孤立した場所、トゥルグルディンである、の発祥だとしている。ピテシティは1386年5月20日に、初めて文献にその名を表した。ワラキア港、ミルチャロー港が、コジア修道院のある地域へ製粉書を授けたのである。ピテシティは、徐々に、ワラキア港らの周期的な住所地となっていった。 主要なヨーロッパの通路上のジャンクションにあたることから、シビウにあるトランシルバニアザクセン人の市場が、キンタ、市は、最初重要な貿易中心地として発展した14世紀、終わり、かなり大きいアルメニア人共同体の本拠地となった。この頃、地元住民は、アルジェシュガーの左岸にだけ、住居地を広げるほかなかったが、次第に川越しに拡張し、 西の丘の斜面へと達した。19世紀には、トゥルグルディンデアルを完全に併凡した。ピテシティが高級な町として、一般的に称される一方、ピテシティの村は1528年くらいの後まで、記載されており、これを根拠に一部の歴史家たちは、村と都市圏が、同じ境界線内に共に存在していたと、結論づける。堂々たる。 特権階級の地区は公にされなかったけれども、バサラブ、チェルトゥナル、ネアゴエバサラブ、ブラド・ウネカトゥル、ブラド・ヴィンティラ、ミハイ・ユーカンコー、シミオンモビラ、マテー・バサラブ、コンスタンティン・シェルバンといった支配者らの間でピテシティから公文書が発行された。加えて、コンスタンティン・ブランコ・ベアヌコは、ピテシティ一帯に広大なブドウ畑を所有していた。彼は、 ピテシュティで一年の多くを過ごしたと伝えられている。オスマン帝国の大土地所有者に対抗するため、新生ローマ帝国と同盟した、ブラドヴィンティラコ支配時代、オスマン帝国領ハンガリー知事アロイジオ・グリッキと彼の、ワラキア人、ボイエリ、諸公とパルチザンは、ピテシュティ近郊のラズボイエにに合えし、公によって攻撃され撃退された。1600年から1601年。 ヤンザ・モイスキヒキール・ポーランド・リトアニア共和国軍は、ミハイユー観光に耐える、遠征中、ピテシティに本拠を置いた。この時代と同じ頃、町周辺でシン・ワラキア号、ラドシェルバンが戦いを起こし、オスマン帝国軍と彼らに加担した、クリミア藩国軍を粉砕した。コンスタンティン・シェルバンは、ルーマニア聖教会の聖ゲオルギー教会を建設するのに金を注ぎ、 1656年に完成させた。これは、現在失われた邸宅と近接する庭園と共にあった。これと同じ頃、ピテシティをアラビア人年代記作家アレッポのパウロが訪れ、スウェーデン人政治家、クライス・ロランブも訪問した。ブランコベアヌコー時代、ピテシティは、ストルニクの地位にあるボイエリ、コンスタンティン・カンタクジノの自宅が置かれた。彼は、 並行して、イギリス人政治家、ウィリアム・バジェットと書簡を交換していた。とうとう、その他の大家らが建てた邸宅、ブランコベアヌ邸は、町の郊外にあり、これは18世紀から19世紀にかけ、次第に価値が下がっていった、最後まで残っていた構造は20世紀に失われた。1689年、ハプスブルク君主国軍が、バーデンイコールバーデン編脅迫。 ルートビヒビヘルムに率いられて、侵攻、大トルコ戦争の一環として、死を占領した。1714年11月、スウェーデン帝国が、北方戦争において、ロシア帝国に敗退するのが濃厚となり、スウェーデン王カール12世は、スルタガフメト3世との同盟を望むが、不発に終わった。イスタンブールからの帰礎で、王はアクセルスパール指揮下の軍隊とあった。 三週間の滞在の後、ピテシティを通過すると、ハプスブルク家支配地域を通過して、スウェーデン領メラニアへと向かった。オーストリアイコール、トルコ戦争の最中、ハプスブルク軍は、ピテシティを攻撃して陥落させた。ピテシティは1737年から1739年の、ロシア・オーストリア・トルコ戦争で再度上となった。1780年、トスカーナ大公国の貨幣学者、 ドメニコセスティには、アルジェシ地方を通過し、ピテシティには250軒の家と7つの教会があると記した。1804年、市民は高等学校の開設を要請、当時の教育用言語であるギリシャ語での講義を依頼したした。この要請は、コンスタンティン・イプシランティス校によって打ち消された。1790年代、ピテシティを、ルイージ・マイエル、 序盤にバッティしたピラネージのドイツ人文化生が訪れ、彼はこの地方を描いたエッチング画を残した。これらの絵は1810年にロンドンで画集として発行された。ピテ式の町は1821年ワラキア放棄、ギリシャ独立戦争に関連した事件のために重要な地位を占めていた。1821年晩春、ワラキア反乱の指導者、トゥドルウラジミレスクは、 ブカレストを客してこの街に移った。彼の属する秘密結社、フィリケーテリアの同志たちから戦線離脱を疑われていた。彼はバイレシティの地元民に捕らわれ、すぐにフィリケーテリア指導者、アレクサンドイプシランチの命令で処刑された。ドナウ公国の合同、ルーマニア王国成立後、ピテシティはさらに発展した。この頃から戦艦期まで、市は、 国民自由党の中心地となっていった。これは政治家一家であるブラティアヌ家が近郊のシテファネシティに住んでいたためであった。ブラティアヌ家の荘園であるフロリカは国民自由党の指導者らの最も有名なな、斎藤号が行われた場所であった。1882年の短期間、ピテシティは劇作会オンルカ・カラジアーレの居住地であった。カラジアーレは名前の まだなかった国民自由党が支配するピテシティを有名な演劇、失われた手紙の劇中で描いた。1872年9月にはピテシティから首都ブカレストを通り、ガラツィ、ロマニへとつながるルーマニア国鉄の路線が開通した。これはドイツ帝国の財務家ベテルヘンリー・シュトルスベルクによって管理される1869年開通の ブカレストイコールジュルジュ館に続く2番目の鉄道路線となった。ピテシティの市庁舎は1886年に完成し、現在その建物は美術館となっている。アルジェシ県庁舎はディミトリエ・マイマロルが設計し、1898年から1899年にかけ、かつて聖教会の隠居房があった場所に建てられた。ここは、現在、県立歴史。 自然科学博物館となっている。どちらの建物も、摂中主義建築で、ヨシフマテルナが描いたフレスコ画が、呼び物とな、いる。1868年から1869年、ピテシティは、セブンスデイアドベンチスト教会教との共同体を持っていた、国内最初の都市でもあった。この共同体は、アメリカ合衆国帰りのポーランド人説教師にして、 元カトリック教会聖職者のミハイ・ベリナイコール、シェショブスキーを中心に形成された。ルーマニアセブンスデイ・アドベンチスト教会は1918年以後にようやく設立された。第一次世界大戦最中の1916年晩秋から1918年にかけ、ルーマニア前線での戦いがあり、ピテシティは中央同盟国側の軍に占領された。市はルーマニア軍によって、 はじめから放棄され、ドイツ司令官アウグストフォン・マッケンゼンが、オルト川での前線を強固とすべく、彼が首都ブカレストと南ルーマニア全体を占領する前に獲得し、第二次世界大戦中、ファシストの国民軍国が、鉄鋭団によって宣言された。元ルーマニア首相アルマンド、カリネスクの制動性共造、彼は、 鉄鋭団によって1939年に暗殺されたは、鎖で繋がれ、ピテシティ市内を引き回された。ピテシティは、対戦中に連合国側によって散発的に空爆された。1944年7月4日、アメリカ陸軍航空軍第15空軍の1部隊によって空爆された。1950年代、ピテシティはその名に、悪しき評判を刻むこととなった。 共産主義指導部は不名誉な再教育を政治的抑留者へ施す地方隔離施設を市内に作ったのだ。そこでは収容者の間の暴力が強制的に奨励された。アレクサンドル・ニコルスキが実権を握るセクリタ立てによって実権が遂行されていた。その最終的なゴールは外部の愛着と忠誠のため個人の能力の精神的破壊をすることにあり洗脳を施された。 新たな人格は、霊人主義体制にふさわしいことを意味していた。この施設は5年後に消滅させられた。裁判が1953年から1954年にかけ、開かれ、22人の収容関係者らが実刑を言い渡され、16人が実刑における役割のために死刑執行された。1957年、新たな裁判で明らかに命令を受けていた。 収容所職員の容疑者らに有罪を宣告した。並行して、市はその風景において、数はまたの変化を経験した。1960年代に、この種のものとしては初めてとなる、A1 高速道路の完成、そして、化学工業と自動車産業に的を絞った産業化の促進であった。1950年前後、ピテシュティ地域は、ギリシャ内戦の最中に、 ギリシャ人民解放軍、略称、エラスを支援した、ギリシャ人難民らを収容していた、建物の一部は収容施設として建てられ、後に再移住した、オザクミノリラの住宅として用いられた。フロリカは1948年に国有化され、後には、ルーマニア共産党の活動によって一部が荒廃した、1970年代の間、共産党の政治家イオデンィンカの邸宅とされていた。 聖ニコラへ教会正面に立っていたイオン・ブラティアヌの胸像は取り除かれ、溶かされた。そして教会そのものもまた1962年に廃止された。ピテシティはルーマニア国内で最も工業化された都市の一つである。国内の自動車産業中心地である。自動車メーカーチ屋は近郊の町ミオベニにあり、その多数社の自動車部品産業の会社が、 ピテシティ都市圏内にあるバレオなど、市にはペトロムグループに属するアルペキム石油生成所がある。プラントは共産主義時代に国営企業として設立され、昔からその大気汚染の記録が議論の的となってきた。2007年、ルーマニア環境省はアルペキムの許可を撤回したが、ペトロムが法廷でこの決定を争った。プラントは直ちに閉鎖する前に、 数年の間に創業を次第に減らす予定となった。ピテシティは、丘陵に囲まれ、一帯にある豊富なワイナリーやプラム果樹園の中心となっている。後者は、ルーマニア伝統のアルコール飲料追加の原料となる。シュテファネシティワイナリーは、アルジェシュガーの対岸にあり、ルーマニア有数のワイナリーとして知られている。市は、劇作家。 アレクサンドル・ダビラにちなんで名付けられた県立劇場の本拠地である。その部門には、人形劇場、1949年創設、野外演劇劇場部門、1958年、民族芸能部門、1970年がある。劇場の125スタジオは1975年5月、監督であったリビウチュウレイによって創設された。公立図書館は、 ディニク・ゴレスクにちなんで名付けられ、上流階級の婦人パラシバステフによる寄付を通じて1869年に建てられた。その蔵書の大半は、歴史家、ジョルジェ・ヨネスクイコール・ジオンが1904年に寄贈したものである。市には2つの大学がある。国立のピテシティ大学と、市立のコンスタンティン・ブランコベアヌ大学。1991年、開学。 ブライラとルームニクブルチャに、シブアリである。毎年春季に、ピテシュティでシンフォニアラレレロール、チューリップシンフォニーとして知られる祭りが開催される。チューリップは1972年から1973年、アラドとオラデアから持って来られた3000前後の球根が、他の花と一緒に、中心街に植えられたことで、ピテシュティに紹介された。ピテシュティは結果として、 チューリップ栽培地帯として名声を獲得し、花をテーマとしたフェスティバルが1978年に地元有力者らによって初めて組織された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。